はい、これ先生の作品ですよね。そうですね。ボタン、すごい八重の感じがすごく迫力があって、それで優しくていいですね。これ最近書かれた。そうですね、あの今年のボタン、今年のボタンですね。ああ、そうなんですね、うん。先生は何点今回お持ちいただいたんですか。今回3点ですね。今回3点、はい。生徒さんもどうですか、3点ずつ。大体3点ぐらいずつですね。あ、そうです。若干4点という人もありますけどね。イラコ、あ、これはイラコ灯台ですね。これ DM になってたんですか。そうですね、 DM に寄せさせていただいて。今教室はトヨタの、高岡コミュニティセンター。ああ、高岡なんですね、はい。メンバーは何名今。今13名ぐらいかな。あ、そうですか、はい。ちょこっと入れ替わりがありましたね。そうですね、うん、皆さんなかなかですね、力作が、僕はね、結構それぞれが個性を持って書いてるので。ああ、そうなんですね。まあ、言ってみれば、あの僕の言うと聞いてまいりました。これもなんか先生の水蓮の勢いを思い出すような。これね、結構橋本さんの今回をね、いつもこの人がひょひょひょとした絵が多いんだけどね。結構今回は頑張った感じです。あ、長い方だと結構、会話どのくらいにも作ってるんですか。もう15年ぐらいになるんですかね。あ、そうですか。でもその当初からの方がまだ見え、まあ、当初そうだね、近藤さんとか、はい、橋本小四郎さん、たちが一番当初になるのかね。ああ、そうなんですね。今日は皆さん楽譜がそれぞれ、そうですね、違いますね。みんな買って買って、まあそれぞれ聞いてないですね。繊細に細かく書かれる人もある。この岡本さんはね、もうびっちり書かれる人でね。そうですね、細かく書いてるんですね、すごいですね、描写の仕方が。芍薬だから、まあ、ボタンとは違うでしょうけど、で先生のタッチとこう比べると、あれは僕よりずいぶんと鼻が好き感じです。細かいところはやっぱり捉えることをされてるのかな。でもいろいろ研究してみるんじゃないですかね。ちょっと逆光の感じか、こう上の方の、ね、光にこう溶け込んでる花びらなんかも上手に表現されてる。そうですね、松本さんはね、本当に何ていうかな、独特の世界ですね。独特の世界でいいですね。こう薄く仕上げるって難しいですよね。難しいですね、やっぱり水彩らしい感じが。この方もきちっと、きちっと書かれますね。きちっと書かれるですね。この松本さんはどうなんでしょう、時間をかけられてる。結構かけられてる。あ、そうなんですね、こう淡い感じだけど、やっぱり線をきちっと書くのに時間がかかるんですよね。そうですね、だからまあ僕からするともうちょっと遠いんだけど。でも今回はこうやって割と折り合いがつきましてね、ここが弱かったから少しこう強くしようって言って、でまあ松本さんの絵見せてもらうときはこういう松本さんの ここの空気の爽やかなとこが今回いいですね。それにここの爽やかさが出るようにこっちはもっともうちょっとこういじめろって。そうですね、ここの手前のところが爽やか倒しになっちゃうと、そうですね、ちょっと淡泊な感じになるんですね。薄い感じがしちゃうんですね。ちょっとこういうところがあるだけで全体的にグッと締まりが違うんですね。そうありますね。あ、なんかちょっと雰囲気が少しいつもと変わられてる感じしますね。思い切ってここを白く抜いたんですよね。だからまあ結果的に最初薄かったんですけどね、少し色つけたらっていって、まあ、バランスが良くなりましたね。まあ僕らから言うともっと後ろにもちょっと強くしてもいいかなという気はしますけどね。まあでも独特のスタイルですね。本当にいい感じですね。陽さんはしかし上手くなられたんですね。この人物がね、
本当にうまくなられたね。なんか笑っちゃいけないけど、これがね、インターネットで多分流す予定で撮ってるんで、うん、笑ってるとなんか、あと失礼で言うのもあるかもしれないけど、僕の父親の。でもね、本当にね、なんていうかな、水彩はこうだというね、一つのものを今、随分と勉強されたんですね。そうですか。うん、なんか、家族でもよく知らないんで、どんな風かあれですけど、うん、ヨーロッパのですね。うん、なんていうかな、いわゆる水彩ならこういうことをやってみたいという感じのことをやってみる感じがしますね。ここはささっとちょっと花岡さんのそっと引っかっちゃったみたいな、こういう感じですね。おいしいですね、この人はね、本当にね、なんていうかな、どん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 こう突っ込んでいっても、はい、大丈夫という人です、ね、普通は重くなっちゃうんですけどね。あ、なるほどなるほど、うん、でもこの人はね、なんていうかな、やっぱり感覚が、自分というののこうしたいんだというのは結構思ってくるイメージがきちっとできてるんですよね。そういうことだと思うんですけど、でもまあやっぱりこの人はね、随分とねもう勉強してくれるんですよ、書いてらっしゃいますね、うん、もう随分長くね。でまあ以前から少し色がくすんでる感じがあったんですけどね、最近こういうようなね、結構明るい感じがね、なるほど、描けるようになったって言って失礼だけど、もともと水彩やってらっしゃった、なんか油とかもやってらっしゃった、いや水彩だけだと思いますけどね、いろんな先生にね疲れてね、あっちの神戸の方へ、行かれたりなんかしていましたのでね、で先生がこう変わってたんですよ。なんかそういうのも大変ですね、定まらないっていうのもね。でも最近ちょっと絵がね、なんていうかな、ピシッとこう、絵っていうのは水彩を解くんですけど、どこでやめるかが難しい、うん、よく聞きますね、そのお話は。筆を置くタイミングが難しい。水彩特にこう、ね、薄いところからか淡く塗っていくから、どうしてもやりすぎればどんどん濃くなっていく、濃く汚くなっていくみたいなことなんですよね。そうだから水彩っていうのは本当の水彩ね、どうなんだっていうとね、やっぱりね、僕らだともっと爽やかな感じが、でもこれなんか結構いい感じで、あ、なるほど、よかったんじゃないですかね。いや、筆を置くタイミング難しいですね。そうですね、まあ突っ込んだら突っ込んで、これはまた独特な、ね、油とかそういうような重たさを感じるようなですね。これを描こうとするまずセンスですよね。まあ花岡さんの場合はやっぱそういうセンスがかなり。でこの人も最近だいぶこう突っ込んで描けるようになって、バラバラ、色がバラバラだったんですけどね、最近は少しちょっとまとまってきた感じがします。やっぱり怖いんですね、多分ね、突っ込めないというのは。そういうことなんですね。で一つ一つをこう見て、一つ一つを描いちゃう。なそれをこう一つの一枚の絵として描けるように少しずつなってきたかな。全体のバランスと。そうそうそう。そういうことですね。やっぱり絵は一枚の中でどうだということですもんね。うん、でも、これ桜ですよね、多分ね。桜とか、こうちょっと雛みた感じの。うん。素敵なですね。なかなかね、いい感じで。あ、これもまた。そう、桜大好きですみたいな。ねえ。だいぶこう、一枚の絵になってきましたね。これ桜から落ちた影がいいですね。そうですね、この辺のところがね。それアクセントで、これ平坦だとちょっとつまんないかもしれない、まあ、少しね、この辺でアドバイスをさせていただいたんですけどね。それによってまとまりがついてきた。結局そうなんですよね、全体のまとまりというのはそういうことなんですよね。そうですね。まあこれなんかはこの建物のこの面白いですよね、どういうのを描こうと思って。これはペンですよね、違うかな、あ、どうかな、あ、ペン使ってますね。ペンが入ってますね。そうですね。やっぱりちょっとペンが入るとコキッとこくるので雰囲気変わりますね。そうですね、だから今までだとどっちかというと線というのはこの
なんですかね、輪郭ということなんですけど、これだとこう線も一つの絵の中で生きてきていますので、なるほど、そういう点では結構こう思い切った進歩だと思いますね、この人にとっては。山口さん、素敵ですね。この人はね、よくこれ頑張って描かれたと思います。あの緑とこの真ん中の外面と中とこの対比が綺麗です ね、 ねえ、やっぱりこの人の持って見える感性なんだ。ここを描こうと思われた瞬間がこういうイメージがあったんですよね、多分ね。ねえ、レストランかどうか。そうですね、結構洒落た感じですね。そうですね、うん、これまた全然さっきとは違う感じですね、うん、そうですね、今ね、あれいろいろこう迷って見えるもんね、この人。だから、なんちゅうかな、でもあんまり僕のあれに染まってほしくないし、これでも難しいですよね、道、線路一本だけで、あとはこう、なんていうんですかね、全部同じ色みたいな感じの、難しい、まあ、どっちかというと、まあ、僕はそういうふうにこう、同じような色調に しちゃったらいいよって言って、まあ、まとめさせてるんですよね、これ線路のこれをぶちっと出すな、もう難しいですね、そうそう、そこだけに目がいく感じなので、まあ、これも結構ね、結果よしっていうことっていうかおかしいんですけどね、結構まあ楽しい雰囲気になった感じがしますね。そうですね、うん、こういうところでもまあ描き方はいろいろありますけどね、むしろこう何ていうかな、マンガチックなちょっと感じがあるところがむしろ逆に良かったかなと思いますね。でもよくこう空が映ってこう、なんですかね、田植えの頃の動きがよく出てますね。そう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 、結構ね、結構楽しい絵ですね。はいはい、絵っていうのは一回懸念もちょっと突っ込んだなというのもありますけどね、これはこれで結構楽しいかなと思いますね。お一人さんでやっぱり3点ずつぐらいが多いですね。そうですね、あ、三本さん素敵ですね。この人はね、こういうのを描きたいっていう主張が結構強い人ですね。そうですか、そういうの持ってる人の方が表現は上手ですよね、多分。そうですね、だから、まあ、僕らとしてはアドバイス的にちょっとこう強くする形になりますけど、ね、全部が一緒になっちゃいそうですもんね。そうそう、ニモさんなんかこんな状態の見たら全部描きたくなっちゃうんですよね、多分。結構いい雰囲気で、はいはい、あ、すごい画面ほとんどニモさんの鼻いっぱい。そう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 、結構いいこのね、鉢とのこの辺の描き方がうまいですよね、ほとんどないんだけど、これがなかったらおかしいですからね。そうそう、あれが結構効いてますね。星野さんは最初からって言うんですか。そうですね、素敵ですね、あ、結構ね、深みがあっていいですね。こう自分の主張がね、結構こうしたいんだという、どうしてもそのね、色が弱かったんですけどね、結構最近は強く入れられるようになったんですね。この影の濃さとそのなんだろう、抜けてる、そう、白いところとの差で光の強さが出てますね。そう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 、すばすばしい、結構力強い感じますよね。こういうところの影なんかでも、ね、単調じゃないんですよね、結構いろいろこう色を入れながら、これ単調になるとどうしても品が悪くなっちゃうんです。結構いい感じで、まあ、緑も道も影も大事ですけど、この幹はとても大事なモチーフですからね、ここの中でこの辺の単調かな、そんないい感じの、結構いい感じで、すごい明るくていいですね。ねえ、会津間川、会津間川、高見の方が流れてますね。まあちょっとこう、この辺のところをちょっともうちょっと頑張ってって言って頑張らして、結構まあ、感じとしてはいい感じかなというふうに思ってますけどね。水辺の感じがいいですね。そうですね、やっぱり遠くは遠くに行かないかんし、難しいですね、水彩。そうそうそう、近くのものと。かといってやっぱり遠くがふやんと行っちゃうと弱いになりますからね。
まあここら辺でちょっとアドバイスをしながら、結構しっかりした絵になりましたね。この人はあの絵の場で力、独特な優しさがあります、ね、優しいですね、特にこれはうまく愛妻、愛妻っていうのはね、まともに描いたらね、なかなか難しいんですよ、うるさくてしょうがない、そう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 、それをこういう感じでまとめられたようなね、バックも結構この色っていうのは難しいんですけどね、同系でずっと、そうそうそう、ね、なんか爽やかな感じですね、爽やかね、本当だ、結構やっぱりセンスなんだろうね、それぞれやっぱり皆さんね、そう、選択されるいろんなものっていうのがその人のセンスによるものが、この人の独特なその機能をこう表現の仕方がね、結構この人はなりにいい感じですね、やっぱり優しいいう感じしますね、そうですね、センスかな、スプラン、これまた結構ブラッドさん、結構よく今回頑張ったなと思いますね、なんかもう なんだろうな、オイルパステルみたいなこうすごい重厚感ありますね、そうですね、結構ね頑張られたんじゃないかね、今回は細かく手が入ってますね、そうですね、普通ならもうその辺一貫みたいななるようなところが結構細かく入ってます、ね、この辺りにね結構色がうまく入ってますよね、よかったと思いますけどね、素敵ですね、あ、これは先ほどの近藤さんですね、近藤さん素敵なんですね、この人結構今ひまわりが好きで、デンさんがあれですね、あのきちっとされてますね、でいつものあのだからそのものの感じというかな、アジサイはアジサイの優しさ、ひまわりはひまわりのバチッとしたもの、ああそうですね、そういうことをね、あのすごく感覚的に強い人じゃないかなと思う、これもやっぱりバックは何だろう、ひまわりの色の同系でまとめてますね、そう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 、それがねこのアジサイとの比較性ってよく分かるんですね、そのものに合ったバックをうまく描いてみますね、やっぱりひまわりっていうのはどっちかというとこう暑い時の、そうですね、音は青空で青くスパッとやってもいいけど、でもその何ていうかな、この赤みの帯びたちょっと暖色系使ったことと、まあ僕は結構合ってるような気もします、そうですね、ああ本当です、本当です、ちょっと先生の絵もいいですか、これはどこの、これはね、あの中央アルプスですね、南駒ヶ岳と、南駒ヶ岳と宇津木岳って言うんですけどね、これはもうあの雪がかかってるということは、そうですね、あの2月頃ですね、そう寒いから、そうですね、まだ残雪が結構多い時で、なんかこう引っかいたような、なんて言ったんですかね、こう塗り重ねてるのが水彩ではないようなこうタッチですけど、若干今回ね少しこれはねちょっと技法をちょっと変えた感じ使ってるんですけど、この真ん中をしっかりしたかったんですよ、ね、なるほど、これなんか枯れた草の感じがよく出てますね、この木なのか草なのか、木ですかね、まあ、木なんですけどね、こうなんか枯れた感じが、そう、この辺が、まあ、あの土の感じですね、まあ、3月、2月、3月こんなような時ありますよね、あの山がね、スパッと見えるんですよ、それでこうちょっとそれは暗すぎたかもしれませんけどね、まあ、よくみんなが行かれる中川村って結構ね絵描きの人というか写真家も結構行った場所なんですけど、そうなんですね、もう一点ありますね、すごいですね、これ何号ですか、15号ですね、あ15号、結構大きなんですけど、画面いっぱいに藤の花が、そうですね、まあ藤っていうやつもね愛妻と一緒でね、その感覚的に描かないとまともにやってるとどうしてもね、これもこうなんか絵の具がこう盛り上がってるような、そうこれはねちょっと特殊な描き方してるんですけどね、あの水彩絵の具にあのジェストっていってアクリル系の白を使ってます、
でも水彩なんですね。水彩です。ただ今はアクリルは結構多いですけどね。だからその関係でこう藤の場合は華やかさが欲しいんですか。そうですね。それと何ちゅうかな、藤らしさなんで、はいはい、そのあたりが何とか出したかってやったんですけどね。華やかだけどちょっと何ですかね、ちょっと奥ゆかしさみたいな部分もあって、そうそうそう、花のねなんかこう、優しさ、上品さと、そうそうですね、でまたその季節がまたこうね、天気が良くて、うんうん、清々しくて気持ちいい時期ですよね。そうですね。だから本当はこうわーっとある藤を描く、いわゆる普通大体僕ら見る藤棚ですよね。棚ですね。棚だとなんかね、あれはね、なんかビジッと来ないんですか。だからこう歩いてて一気にぶわっとなるから、まあ、なんとか。そうですね。さっきのミモザと同じこう仮面パイにだっと。そうですね。まあ割とうまくなったのかなという感じはしてます、ね。素敵ですね。これ玄関に飾らせていただきますけど、これ入り口にはちょうどいいんじゃないですか。そうですか。まあ、そんなこと言っていただいて、まあ森本さんの品格を落としたいかもですけど。6日間、まあ水曜日から始まって月曜日までの展示で、また水色の水彩画作品展。お世話になりますけど、はい、どうぞよろしくお願いします。至りませんけど。いやいや、これね、実際に見るとまた全然これ迫力が違いますので、ぜひご覧いただければと思います。ありがとうございます。はい、先生、お時間いただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。失礼します。